正解。みんな遅くまでありがとう。なーに、礼には及ばん。俺は俺で貴重なデータ採集になっている。じゃあ杉並以外のみんなありがとう。なっ、それじゃあまた明日にして、今日は帰ろう。俺も帰って家のこと手伝っておかないと。ニノちゃん、本当お疲れ様だったね。サラ姉が拳を握りしめて見てただろうこと。やっぱり。だってだって、そりゃそうだよ。そうなるってものだよ。うんうん、ニノちゃんが頑張ったから、今日はニノちゃんのリクエストを何でも聞いちゃおうかな。それじゃあ親子丼が食べたいかも。オッケー、お姉ちゃんにお任せあれ。それじゃあ急いで帰って準備だね。はい。なので、西洋における錬金術や東洋における陰陽五行などの思想、学問は全くもって科学であったのだ。現在ではオカルティックな物扱いで、エセ科学なんかの題材として小説、漫画、ゲームなどの題材にされることが多いが、当時は最新科学だった。神学や西洋音楽もそうだ。音楽は現在でいうところの神の数式、もしくは標準理論へ近づける最も近い学問だと思われていた。もちろん現在神の数式と表現される概念と当時の人間の考える神との間には大きな乖離があるが、どちらもこの世界へ近づく手がかりの模索だ。ニュートン力学は古典で最先端科学と辻褄の合わない部分もあるが、現代に通じる科学で神学や音楽や錬金術とは一線を画するという。しかしニュートンは例えば虹の色が7つだと言い、それをドレミファソラシの7つの音階と紐付けて説明した。